ちは、痩せるデブ菅チューブの堀川です。お世話になってます。今日の体脂肪が、どちらですか、体脂肪が 25% で皮下脂肪が 22% ぐらいで、ずっとその辺キープしてるんですけど、ベンチプレスのコツを少し分かったような気がして、腰を浮かしてブリッジっていうんですか、あれが僕今まで体硬いのと、なんかその運動に慣れてなかったんで、それが全然できなかったんですけど、ようやく最近ちょっとそのブリッジの形が取れるようになってきて、昨日60キロ10回3セット、これが初めてできたのと、このままだったらおそらくそのブリッジの姿勢をキープしてるんだったら、おそらく80キロとかも1回2回だったら上げれるような気がします。もう少し60キロのところ10回3セットを極めていきたいなと思うところなんですけど、はい。なんで、そのずっとベンチプレス実は嫌いだったんですね。ずっと本当は嫌だったんですよ。あんまやりたくなかったんです。だって60キロ何回もやっても全然その上がる感じとかしないし、だから本当は全然やりたくなかったんですよ。でもなんかふとした時にそのブリッジっていうのを作ってみようと思ってやったら、結構その今までもう3回ぐらい60キロ上げたら結構しんどかったのが、7回ぐらいまでは連続でいけるような感じで、あと3回ぐらい気合でいくみたいな感じのところまでできるようになったから、やっぱりその嫌いなことでも嫌なことでも続けていくと、なんかふとした時に典型みたいなのが降りてきて、できるようになるっていうようなパターンなんだなというふうに思いました。これはおそらくその股関節のストレッチとかもきちんとしてたおかげだと思います。なんでかって言ったら、なんかそのブリッジした時に上げた場合だと全身で上げてる感じがすごいするんですよね。だから下半身と上半身の連動が最近結構うまくいってるような感じがするんですよ。だからその股関節のストレッチ系をしっかりやっていた恩恵なんじゃないかなというふうに自分では思ってます。はい。で、しばらくベンチプレスをやってたのは、足、僕、親指の爪を深爪しちゃって、で、その深爪が結構痛くて、で、皮膚科とか行ってお薬もらってきたんですけど、塗り薬と飲み薬。なんで、その、深爪が少し良くなるまで、しばらくは、カールと、ベンチと、あと肩トレーニング、その辺になると思います。でもこの怪我の巧妙でそういうフォームみたいなところも見つけれたりとかしたんで、良かったんじゃないかなというふうには思ってます。はい。自分で昔まとめてたデータというか、忘れないようにまとめてて、110キロから105キロ、105キロから110キロ、100キロから95キロ、100キロから95キロのところに関しては今でも同じようなことを続けているっていう感じなんで、これが結構シェアできたら皆さんのダイエットにも役立つんじゃないかなと思って、はい、久しぶりにそのデータを引っ張り出してきました。まず110キロから105キロ3つだけなんですよ。全部3つ大きく分けて3つだけ気をつけるっていうところなんですけど、まず早寝早起きなんですよね。で、これで体内時計を整えるんですよ。体内時計を整えて早く寝ることによって夜の間食っていうのはかなり減らせるんですよね。だからこれはもうめちゃめちゃいいことだと。で、早起きしたらそのまま例えばランニングしたりトレーニングしたりっていう時間が割けるので、これは結構いいと思います。で、2はトレーニング、自重で OK です。少ない運動毎日。だからその20秒8セットとかの運動を1回だけ3分55秒で終わるんで、全部10秒の間の休憩回したらこれを入れてヒートみたいなトレーニングを毎日やるようにしていました。で、少ない時間、もう3分4分ぐらいで終わって、そこの間でもうとにかく全力出し切る。最初の例えば20秒40秒のところでもう全力出し切っちゃって、残りの方グダグダでもいいんですよ。最初の方でとにかく一生懸命やるってことが大事だと思う。で、食事は全部小皿に変えました、その時はね。そんでタンパク質を多めに、タンパク質ってもうその成分表見ても みたいな見たらわかると思うんですけど、納豆とか豆腐とか大豆系の植物性のタンパク質と、あと動物性だったら鶏のもも肉とか胸肉とか、鶏皮は割いた方がいいです、取った方がいいです。その辺をしっかり取るっていうような感じ。あと豚のロースとかも結構いいです。豚バラとかは避けた方がいいですね。豚のロース肉とかは結構いいと思います。その辺でしっかりタンパク質は取るっていうような感じにした方がいいですね。で、105キロから110キロのところで、1の脳を変えるっていうのは、間食のおやつは例えばチョコとかポテチとか食べてるんだったら、これを果物類に変えると。で、果物の甘さってだんだん食べてれば本当に美味しくなってくるんですよ。最初チョコレートとかの方が美味しいと思うんですけど、ポテトチップスとかの方が美味しいと思うんですけど、だんだん変えてったら、みかんとか梨とか、みかん、梨、ぶどう、
とかそういうもの、果物のうまさっていうのが本当に理解できてくるんで、あの大人になる道だと思ってもその果物を結構取り入れるっていうのは大事だと思います。で、なんでここで果物がいいかっつったらね、果物食物繊維がいっぱいあるんですよ。なんでそのタンパク質を多めに取った時に便秘になっちゃうんで、それを解消できるんですね。だから僕は果物はめっちゃ食っていいってルールにしました。めっちゃ食っていいってルールにしてもそんな量食えないんで大丈夫ですから。そんで、トレーニングはできる運動を少しずつ増やしていったらいいですね。最初例えば20秒8セットのヒートは変えない方がいいんですけど、三中さんがやってたスクワットとプランクでキープするっていう運動があるんですよ。最初20秒とかで始めたり10秒とか始めていいんですけど、10秒クリアしたら次11秒とか、11秒クリアしたら12秒とか、1秒ずつでいいんで少しずつ伸ばしていくっていう風にしたら、自己肯定感が上がるんですね。こんなにできたっていう風な気持ちになるんで、それを少しずつ目指していけばいいと思います。最終的に全種目20秒から1回やったら1分ぐらいできるような感じにしたらいいんじゃないかなと思います。で、食事は揚げ物は極力避けたいですね。揚げ物週に1回とか食べる日にしちゃって、もうそれ以外の日は肉とか全然食べていいんで、茹でるか焼くか蒸すかっていう風な感じにしたらいいと思います。やっぱり肉食わんと結構ストレス溜まるんで、揚げ物はとりあえず避ける。で、なんだろうな、例えばもしどうしても揚げ物食いたくても、もも肉より胸肉の揚げたのを食べるとか、ケンタッキーの部位とかでも明らかパサパサしてる部分ってあるじゃないですか。あれはタンパク質が多くて脂質が少ない部分なんで、揚げ物を選んだとしてもそこを選ぶみたいな、チートデイ以外の揚げ物ね、週に1回以外の揚げ物を食べたとしても、そうやってなんか爪痕を残すみたいな感じでいくといいと思います。例えばチートデイではないけどカツカレーが食いたくなったと。で、カツカレーのところにご飯は少し少なめにして、そのかさ増しでキャベツを例えば乗っけるとか、むしろそのご飯を一回やめちゃって、それに豆腐に置き換えてカレーとキャベツを乗っけて、ほんでカツカレーもカツも乗っけて食べるみたいな、そういうちょっとした爪痕を残すっていう工夫が後々全然効いてくるんで、こんな感じでいいと思います。で、100キロから95キロってなってますけど、これはもう現在を続けてるようなことで、1はもうルーティンを確立するってことですね。で、トライアンドエラーをもうガンガン繰り返した方がいいんですよ。例えば筋トレの部分に関してもそうだし、自分の食事の管理の部分にしてもそうだし、僕も今でもすげえ失敗するんですよね。でも、失敗しても、それを、次は少しでもいい方に持っていくっていうような形で、ルーティンをなるべく確立していくっていうような感じにしたらいいと思います。トレーニングは、そろそろこの辺でもジム通いとかも考えてもいいんじゃないかなと思います。ジム通い、1ヶ月、例えば5、6000円とかしたとしても、先に健康代を払ってるみたいな感覚で思っているんだ、あれば、意外と安いんじゃないかなと思います。だから先に、生命保険とかかけてるんだったら、生命保険の一つみたいな感じで、ジム通いっていうのを毎月、いくらいくらって払うっていうような感じにしても、まあいいのかなと思います。まあもちろん負担はない程度にした方がいいと思いますけど。で、食事はカロリー計算を意識していくって感じです。僕はアスケンっていうアプリを使っていて、カロリー計算を結構、自分でも頭の中で最近できるようになってきたんですけど、やっぱりそういうアプリとかを使ってやるとすごい便利なんで、やってみるといいと思います。じゃあ、この後は割とうまくいった方のベンチプレスの動画になると思うんで、はい、今日もよろしくお願いします。お疲れさんです。手紙出す用事があって出してきたんですけど、ふと思い出したことがあって、ベンチプレス昨日うまくいったんですよ。でも僕、うまくいった後って絶対に僕調子乗って怪我をしたりとか失敗したりとかスランプに入ったりとかってする人生なんですよね。ずっとそうなんですよ。だから今僕の戒めのために言っときますけど、僕自身に向けて言いますけど、今うまくいってるけど調子乗んなよってことですよね。昨日ベンチプレスうまくいったかもしんないけど、絶対調子乗んなよってことです。うまくいった記憶は残しておいていいけど、うまくいったおごりは消した方がいいです。自分のためにこれは言ってます。高校の時のラグビーしてた時に、こんな僕でも一瞬だけすごい調子がいい時があったんですよ。ボールもらって当たったら、雪上ラグビーの時で、結構いい当たりができるようになったっていう瞬間があって、その時に、先生に言われたことがあったんですよ。調子に乗んなよって。でも僕、その意味がわからんで、調子乗ってたんですよね。
そしたらその次の日、その次の日か2日後ぐらいから急になんか今までやってたことが急にできなくなる瞬間が来たので、その時はおごりだけ残して記憶をなくしてたんですよ。おごりは残してたけど、いいやり方を学ばなかったから続けれなかったっていうところだったんで、今回は逆にしたい。おごりはなくして良かった姿勢は残しておきたいので、はい、これは自分の戒めのために言っておきます。そして今日もトレーニングがあります。お疲れさんです。Thank you.